いくぞ。そいや。よいしょー。あにょはせよー。今日はですね、ここはどうだこれ。マルチューさん、はい、新石切にあるんですけども、これちょっとね、この景色どこかで見覚えはないでしょうか。これね、これ何ですか。これ実は、イテウォンクラスよね。そう、有名な韓国ドラマ、うん、イテウォンクラス。丸々再現された。そう、丸々再現してます、これ、うん、すごいよね、うん、面白いよね、考えたよね。じゃあちょっと中行ってみましょうか。じっくり行きましょう。じっくり、うまうま。はい、すごいな、すごい賑わい、大人気。これはやばい、雰囲気がめっちゃすごい。もうほんま韓国来たんかな思った。なあ、イテウォンでしょこれ。イテウォンやね。結構いろんなメニューがあって、美味しいのを紹介するんで、はい、楽しみにしてください。うまうま。では、はい、これね、見て、グラス開きだよ。パーティーピーポーやな。パーティーパーティー、もう食べてるやん、お嬢。なんか食べてるやん。もぐもぐしてるやん。じゃあ乾杯しましょうか。はい、じゃあ乾杯。うまい。キラキラ光るグラスで飲むとより一層美味しいです。牛炙りユッケです。牛炙りユッケ、これはうまい。いただきます、はい、見てください、この橋、韓国の、ね、もうどこからどこまでも本格的です、ここは本当に。これニンニクチップも美味しいことについてるからね、はい、これをちょっとしっかりとつけて黄身を絡ませて、いただきます。ニンニクチップもパリッパリッとね、牛の炙りもめっちゃ最高にジューシーで美味しい。これはビールが進みます。お嬢も挑戦。どうやったら熱いから。でも美味しい、カラオケやね。うわ、すごい。これね、うん、韓国の茶碗蒸し、あ、素敵な感じ、感じスイーツちゃうよ。プルンプルンしてるけど、スイーツちゃうよ。いただきます。めっちゃ中華風味、うん、日本の茶碗蒸しとはまた違う、想像が違うよ。生の卵、プルンプルン。あ、これは締めとかにもいいかも、うん、それは人気あります、この商品。いただきます。なんかあるんですよね、こうやってこうやってこう上に上がる、よう分かってないです。これが本当のスンデブ、スンデブ。
じゃあ行きますよ。どうぞ。どうやどうや。あのね、あんとこ料理大好きなんよ。君のパパには最高やろ。なあ、グッと流し込む。マシっそよ。マシっそよ。超マシっそよ。超マシっそよ。超は日本語ですけど。両党。両党やね。まあまあね。あのチャレンジするにレモンチューハイ。両方行きますよ。実は、はい、YouTube やってます。ママチャンネルさん、今日はありがとうございます。あのよかったらね、競馬 YouTuber をしてまして、はい、今、ね、今年の頭3万2万にいたんですけど、今ちょっと減って、普通増えてくるんですけど、ちょっと減って、なぜか。今2万人のせいにフォロワーいただいてます。そしてあの TikTok もやらせてもらってます。2万人超え、今年ちょっとスタートしてやらせてもらってますので、今年で2万、はい、すごいね、今年で2万。なんとかあの僕もあのインフルエンサーとしてあの YouTube 活動、TikTok や YouTube やってますので、よかったらこちらにあのテロップ入れておきますので入れてくださいね。よくわかってる。本当にあの僕のチャンネル名あのやってます。よかったらチャンネル登録、フォロー、ぜひともねよろしくお願いします。はい、といったところで、僕のチャンネルなんで。はい、それで当店にね、今回来てもらってあのねこの服装を見てほしいんですよ。料理もいろいろね紹介してもらってると思うんですけどね。見てくださいこれ、バッチ。これね、まあ見てくれてる人はすぐわかると思うんですけどね。ね、でしょ。イテオングラスの完全再現。そしてほぼ全部ねあの再現させてもらってますので、よかったらあの今できる際にはね写真ちょっと一緒にやらスタッフに声かけてもらったら写真一緒にさせてもらいたいと思いますので、気楽にお声かけよろしくお願いします。イエーイ、もうここまで再現してるんですよ。みんな本当もうすごくないですか。レベルがやばい、ここの。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。うまいもんが食べたいならちょうどええ町、そいつ男った小粋な女やで。ありがとうございます。